2016年の阪神タイガースでは、2016年シーズンについての阪神タイガースの動向をまとめる。この年の阪神タイガースは、金本智明監督の1年目のシーズンである。2015年10月13日、選手、コーチ、監督を通じて31年間、阪神のユニフォームを着続けた和田ゆたかぜん監督が辞任し、 10月19日、金本智明新監督が就任した。戦力面では、後ノボルカンやマートン、関本健太郎が抜けた一方で、藤川球児が4年ぶりに復帰。加えて、メジャーリーグ経験者のマット・ヘーグ、マルコス・マテオ、ラファエル・ドリスを獲得。2015年のドラフト会議では、 明治大学の高山春など6名を指名した。金本監督は、この年のスローガンである、超変革を体現するかのように、一軍経験が少ない若手を積極的に起用。ドラフト一位入団の高山春は、1998年の坪井智也の球団新人安打記録を更新する、活躍を見せ、4年目の北条文也は、不審の鳥谷隆に代わりシーズン後半は、 遊撃手として先発で起用されるようになり、開幕時点で育成契約だった24歳の原口文人も打棒を発揮し、主軸として起用されるようになった。この他にも、洋川直ワ坂本聖志郎、板山雄太郎といった若手野手が積極的に起用された。投手陣では3年目の岩沢雄太が防御率2点台で10勝を挙げる活躍。 一年目の青柳明洋は、シーズン後半からローテーションに加わった。しかし、シーズン序盤からの鳥谷の不審に加えて、シーズン中盤から、ゴメスや藤波慎太郎も不審に陥り、不安定な中継陣や若手の経験不足も響いて、シーズン序盤こそ5割を保っていたチームは交流戦を、境に借金を重ね、9月に入る頃には、 クライマックスシリーズへの進出が困難な状況に、シーズン最後に7連勝したものの最終的には4位で、シーズンを終えた。本節では、前シーズン終了から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。なお、対談の挙手は、スポーツ関係または芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、 去就不明を示す。本節では本シーズン開幕から本シーズン終了までの入り対談について記述する。色付けは規定投球回数以上の選手。ありがとうございます。